俺たちヒートアップ。はい、皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。MC のうっちーこと内山貴之です。そしてプロレスリングヒートアップ代表田村です。そしてはい、アシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。お願いします。はい。この番組は毎月第3土曜日の11時から12時の1時間、 FM サルス横浜多摩プラザのサテライトスタジオから地元川崎で活動しているプロレスリングヒートアップのレスラー陣が生放送の緊張感の中、日頃の感謝を込めて熱い思いをカミカミでお届けする番組です。はい、お願いします。お願いします。今日なんかスタジオ人が多いですね。そうなんですよ。今日はですね、あのヒートアップ道場の道場生、はいはい、お二人にお越しいただいております、はい、めぐみさん、そしてとどろきひろいさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。すごい、ひろいさんマスクラジオの方は、そうですね、まあ、分からないけど YouTube の方はね、 YouTube の方ご覧いただけると、うん、あのマスクを、あれマスクされてる方初めていらっしゃいましたね、かもしれないあれあったっけ。マスクはないですけどはい、マスク、ラジオで聞いてるクエスチョンですよね。クエスチョンですよ。マスクはみんなしてる、まあ、今っていうプロレスのマスクね。プロレスのマスクです。プロレスのマスクを、プロレスのマスクを、ね、はい、されてらっしゃって、はい、YouTube 見ていただければ、はい、ご覧いただければ、はい、今ね、ひろしさんが手振っていた、どんな惨劇になってるのか惨劇はないひろしさん全然喋ってない、もう2人喋っちゃってえ、道場生ということで、ま、プロレスラーではないですけど、あのもう練習をされてらっしゃるんですよね、お二人ね。そうですね、はい、してます。はい、はい、そうですね。で、あの発表会とかもされてらっしゃるので、ひろしさんはマスクをして普段出てないですよ。これ田村さんに、はい、一回かぶって出ようとしたら、はい、お前ダメだとかって言われて、お前はある程度顔が売れてるからダメだという、だから入場したら脱げって言われて、はい、入場して脱いだら田村さん解説席から、この人なんで脱いでるんですよね、ひどいひどい、ひどい嫌がらせだ、自分の笑いのネタのためだけにそういうことをもしかしたら言ってますよとは。あ、そういうことでしたか。そういうことですね、はい、じゃもう入場してるからもう外して大丈夫。めっちゃ外しますしゃべりづらいんで、づらいんで、なんでそうマスクしてるのかなと思って。田村さん指示じゃなかった全然、はい、そしてね、めぐみさんね、女性ということで、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、普段ねどんな練習されてるかなどなどもね、はい、この後じっくりお伺いしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、ではここで1曲お送りしていきたいと思いますので、ひろしさんからご紹介お願いします。はい、では私からのリクエスト曲は、あのキャリースマイルの全開スマイルです。よろしくお願いします。
レスラーに聞いちゃえ、世界に広げよう、ヒートアップのわー、はい、はい、ここからはファンの皆さんから質問募集してレスラーに直接聞いちゃおうというコーナーです、うん、はい、はい、毎回、ゲストのレスラーや、ヒートアップ関係者に根掘り葉掘りいろいろと聞いちゃいます、はい、ここでしか聞けない話が出てくるかもしれません、はい、今日はなんと、うん、ヒートアップ道場の道場生からお二人お越しいただきました。それではまず自己紹介をお願いします。はい、ヒートアップ道場生のめぐみと申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ続いてひろしさん、はい、お願いします。はい、世界はひろし、宇宙はひろし、とどろきひろしと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。軽く軽くダダ滑りしていただきましたね。用意してきてますね。用意してきてます。持ってるな。持ってます。じゃあまずちょっと道場って、ヒートアップ道場って何なのかっていうのを、田村さんの方からちょっとご紹介していただけますでしょうか。あ、はい、ヒートアップ道場はですね、プロレスフィットネスということで、プロレスで健康づくりを、うん、はい、していこうという道場なので、はい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 、まあ決してプロを必ず目指せとかそういうのではなくて、はいはい、本当にエクササイズとして、うん、はい、ヒートアップ道場があります、はいはい、健康づくりのために、まあ、好きなプロレスで、まあ、体を鍛えよう、健康になろうと、まあ、そんな意図でやっていただいてると、はい、なるほど。で、はい、めぐみさんとひろしさんはそれぞれもうどれぐらいやってらっしゃるんですか、道場は。私は来月で1年になるんで、はい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 、まだ通い始めて1年ぐらい、うん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 、はい、はい、ありがとうございます。ひろしさんは。僕も6年ちょいぐらいになりますね、はい、なるほど、なるほど。その中で先ほどのね、はい、キャッチフレーズみたいなのも用意されてます。そうですね。配信の時確かね、すごい考えたネタですね。なるほど、なるほど。じゃあですね、じゃあお二人にこれから少しずつ質問していきたいと思います、うん、はい、はい、じゃあまず一つ目の質問、じゃじゃん、じゃじゃん、じゃじゃん、ヒートアップ道場へ入会したきっかけは何ですか。はい、はい、じゃあまずめぐみさん、はい、はい、お願いします。私は26年前に1回プロレスでデビューしたことがありまして、はいはいはい、すごい、はい、デビューをしたんですけれども、はい、自分でこう掴んだ夢を自らちょっとこう背を向ける形でやめてしまって、はい、でそれがこうずっと引きずっていて、うん、最後までやりきれなかったっていうところに後悔があったのと、うん、 はい、あとはなんかこうチャンスがあればやっぱり最後こうお世話になった方とか先輩方にも、うん、やっぱり失礼な辞め方をしてしまったので、うん、そういう謝罪というか、まあ、後悔から全て来るんですけど、はいはい、なんかこう謝罪というか、うん、そういう気持ちで恩返しというかなんかそういう気持ちで始めたいなって思ってたんですけど、はいはい、でいろいろいろんなところ調べたら、うん、このヒートアップ道場っていうのが出てきて、うんうん、行ったのがきっかけです。なるほど、はい、そのプロレスへの思いを、まあ、もう一度、まあ、感謝の思いと、うん、まあ、関係者の方へのこの感謝の思いも伝えるために始められたと、はいはい、なるほど、ありがとうございます。なんか人生相談みたいな、はい、前のコーナーになっちゃいましたね。急にね、じゃあ、はい、これを受けてひろしさん、はいね、はい、じゃあひろしさん入会のきっかけはどうなんですか。この後めちゃくちゃ話しづらいと思いますけど。僕はですね、よく見に行くプロレス団体に、まあ、田村さん出ていらっしゃって、そこで、はいはいはい、ヒートアップ道場の前身である運動不足解消教室ゲットというのがありまして、はいはいはい、そこでプロレスの、まあ、トレーニングみたいなので運動不足を解消しましょうというのがありまして、うんうんうん、はい、そのチラシをなんかいただいて、それであ、じゃあちょっと面白そうだから行ってみようかなと思って、そこで、まあ、そのゲットに行って、そのゲットから、まあ、ヒートアップ道場というものに発展していきますよという時に、うん、じゃあ改めてじゃあ 入ってやってみようという感じで入会しました。じゃあ本当に健康づくりの一環というような形で入られたんですね。もう中年でこうやばいなっていう感じで腹が出てくるし、ちょっとアイスばっかり食べてたしっていう。可愛らしいですね。そうですね。いつもチョコジャンボモナカみたいなの食べてたんで、ちょっとそこで一年復帰してこの田村さんの元に。だということですね。はい、でもね、ヒロさんめちゃくちゃ若々しいんですよね。そうなんですよ。だって僕より年上なのに、あ、全然、だって初めてお会いした時だって年下だと思ってましたもん。うん、確かにって思っちゃった。ちょっとラジオだとあれなんですけど、YouTube ご覧いただくと、本当ヒロさん若々しくて、胸板
あと腕の太さがやっぱ違いますよね、やってらっしゃる分、うんうん、いや姿勢もいいし ね、 もうね、はい、髪の毛もねふさふさで真っ黒だし今頭にマスクあの今ねちょっとラジオの方に分かんないですけど軽くボケでしたねじゃあ次の質問いきましょうはい、はいはい、じゃあ、ヒートアップ道場の良いところは、はい、じゃあめぐみさんお願いします。はい、はあの入ってみてすごく感じることなんですけれども、うん、こういうふうにあの素人が、はいはい、あのラジオに出させていただいたりとか、うんうんうん、あと発表会があったりとか、はい、その活躍できる場とかこう、うん、表現できる場がすごくあるし、うん、それは多分あの田村さん の、はい、あの広さというかをすごく感じていて、そういうところも含めてやっぱり、うん、居心地がすごくいいなって私は思います。あのやりたいことがあのできている環境っていうのはなかなかないので、はいはいはい、そういうところを見つけられたことはすごく良かったなと思います。いや100点満点のコメントじゃないですか。田村さんいかがですか。アウトプットの場があってね、優しくって温かくてね、はい、嬉しいですね、はい、そういうあの持っていただけるっていうのが、ね、はい。じゃあ続いてひろしさん、はい、どうでしょう、ちょっと若干話ずらさがつきまとう気がしますけど、はい、頑張りますよこれ稲田堤の道場になってからなんですけれども、はいはい、はい、もう練習し放題です。すごい、練習し放題、あ、応援だ、応援だ、あの、道場四六時中こう空いてて使わせてもらえて、はいはいはい、でまあ好きなだけ練習できて、うん、まあもちろん会社もあってそんな合間時間ではあるんですけど、はい、土日とか暇な時は延々こう練習し続けて、うん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 、それでもう、まあ、たまに田村さんから延長料金払えとか言われるんですけどあんた使いすぎでしょうかとかって、もう本当にこんなに練習に恵まれた環境は一般人でこんだけリングをに触れられる環境ってないと思いますね。はい、まあ、そうですね、確かにね、あのリングで練習できる環境ってね、そんなにどこにでもあるわけじゃないですからね。うそうですよ ね、うん、ね、しかも空いてる時間を使わせてもらって大丈夫ってことなんですか。もうはい、自由に使っていいので、はい、そういる方は8時間とかいるんですよこれね、あのこんなにいられたらもうちょっとお金もらってもいいんじゃないかなとかで、めぐみさんもなんか狂ったように練習に来るんで、はい、大丈夫かなっていつも、はい、そう思うね。もともとやってらっしゃったから体が動かせるリングがあるって。いや本当にあの最初はやっぱ筋肉痛とか体あちこち痛くて、うん、まああの怪我というか痛いところはあるんですけど、うん、あの思い切りできるので、うん、やっぱちょっと頭がおかしいぐらいがちょうどいいのかな思い切りできるので、はい、なんかいやね、あの普通の人もいっぱいいらっしゃいますよね、楽しんで、ね、はいね、いらっしゃいますよね。まあ、ね、で、うん、そういった中で、まあ、先ほどあのめぐみさんからのアウトプットの場っていう話がありましたけど、まあ、そのアウトプットの場の一つが発表会と、うん、この発表会のいいところってどんなことがありますかね。めぐみさんどうでしょう。そうですね、あの私は4回あの、はい、発表会に出たんですけども、うん、やっぱその時その時であの対戦相手も変わるし、はいはいはい、あのメンバーも変わるんですけど、うん、その中であの道場生ヒートアップ道場っていうのがあのこういうことやってますよっていうアピールポイントにもなるし、うんうん、であの SNS とかでも結構、はいはい、あの評価いただいたりっていうのがあるので、うんうん、はい、こういうのをどんどん広めて、なんかね、プロレス好きな方も、うんうんうん、なんか体を動かしたい方も、うん、発表会見に来てもらって無料で入れるので、うん、そういうあの気軽に来れる試合を見て、うんうん、なんか私もやってみようかなって思えたらいいなって思いながらやってますけど、うん、楽しく、うん、はい、いや本当楽しそうですよね。やってますね。ね、うん、で、あの子供、小学生、はい、小学生から60代ぐらいの方までいらっしゃるんですかね。ですね、はい、幅広い年代の方がね、はい、出ていらっしゃいますからね、はい、本当に、はい、ありがとうございます。はい、はい、では広瀬さんは発表会の良いところどういったところでしょうか。そうですね、やっぱあのプロのプロレスはやはりこう選ばれし者の世界といいますか、こうアスリートの世界だと思うんですけれども、まあ発表会というのは本当に今内山さんおっしゃいましたように、あの老若男女の世界といいますか、今風に言うとダイバーシティといいますか、こうあのやっぱりもう子供からそれこそまあ
めぐみさんみたいなすごい方から、うん、それこそあの山田先生ってこうお医者さんなんですけども、本当にヨレヨレのお医者さんみたいなあのそうですヨレヨレのお医者さんですね。そう、まあ、魔法みたいなプロレスをしたりとか、なんか本当いろんな人がもういろんな個性を、逆にプロよりもがにはできないことをこう、うん、発表会っていうのはもしかしてやってるのかもしれない、うん、このなんか世界平和じゃないですけど、うん、みんなが幸せそうにこう体を動かしてる世界っていうのは、うん、なかなかこれ皆さん本当に見に来ていただいたら本当にこの楽しさわかるかなと思います、うん、確かに不思議な感じですよね、本当にね、いろんな方がいて、ね、はい、面白い、思いっきりやってらっしゃってね、はい、はい、まあ、すると、まあ、多分そういったあの発表の場があるとかってそういったところは楽しいのかなと思うんですけど、なんかこの入ってから自分でこう変わったなっていうか、そういったことに感じることって何かありますか、うん、はい、ミミさんどうでしょう、はい、これはあのものすごくあって、うん、あのもともとこう結構人前に出るっていうか、もう結婚して子供産んでからずっと家にいたので、はい、うん、あのなかなかこう自分を表現するっていうのができないし、はいはい、もともと暗い性格なんで、はいはい、あのそうあのなんで、なんか入ってから道場に行くことですごく皆さんが元気なので、はいはいはい、そこで元気をもらってなんか自分も楽しめて、うん、はい、あのパワーをもらってるので、はいはいはい、あの自然ともっと外に出れるようになったというか、うん、あの心の問題なんですけど、うん、結構こううちに、なんていうんだろう、米なんだろう、うん、はいはい、引っ込めちゃう、はいはい、あのタイプなんですけど、うんうん、それが少しずつなんですけど、うん、あの前に出てくるようになって、そのきっかけをあの与えもらってるので、道場生とか、はいはい、田中さんもそうなんですけども、はいはい、なのでとてもあの感謝しています、ね、すごくこう表現ができるようになって、まあ、積極的になったというところが、ね、うん、ね、はいはい、素晴らしいですね、はい、ひろしさんはどうでしょうか。そうですね、僕もまあ道場入る前とかいわゆる普通のプロレスオタクで、まあ、うん、割と一人でこうスーッとあの試合を見に行ってその後スーッと帰るみたいな感じだったんですけれども、はいはいはい、やっぱヒートアップ道場に入って、いや発表会みたいなのやりますよって言ったら、うん、じゃあいろんな人に声かけてみようかなと思ったりもするし、うん、そういう意味ですとなんかプロレスファンの仲間がどんどん広がっていったといいますか、はいはいはい、また逆にいろんな人から声もかけてもらえるようになったり、うんうん、またやっぱり僕ぐらいの年になってくると、もうある一時期思ってたのがもう出会いよりも別れの方が増えていくというか、友達が増えてなんか減っていくみたいな状況だったのが、なんかまあ人生こんなもんかなと思ってたんですけど、まあヒートアップ道場入ってこう、はい、やっぱいろんな人がと出会いがどんどんいろんな人がやっぱ入っては、まあ、やめていく人もいるんですけども、たくさんの人との出会いがの場がになったって、それがとても何と言いますか、張りになると言いますか、気持ちが若返ると言いますか、そんな、はい、感じですね。いや素晴らしいですね、出会いの場ですね、うん、本当に元気になれる場っていうことで、はい、もう田村さんが満面の笑みですよ、ね、よかったですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、あのいろいろ聞いていきましたけど、では、ここで1曲、お送りしたいと思います。はい、ではめぐみさん曲振りお願いします。はい、リクエスト曲はスーパーフライの優しい気持ちでです。よろしくお願いします。
この番組は川崎で一番敷居が低く親友のように何でも話せる葬儀社のぼりとの森と他各社の応援でお送りします。1ヶ月を振り返るヒートアップ大反省会、はい、はい、ということでこの1ヶ月間のトピックや試合の時選手はどんなことを考えてたのか、うん、まあ、そんなようなことを聞いていきたいと思います。はい、はい、では、ね、この前回から今回までの大会ですね、大会、うん、はい、一つ目が前回の収録直後にあった、灼熱愛知の野望、これ名古屋の方で行われました、うん、そしてその翌日、うん、大阪の方で大阪これがスタジオ帰ってきたぞ大阪真夏の太陽2022ということでね、うん、ヒートアップもこれ遠征ね、最近増えてきた遠征ですよ ね。そうですね、はい、なんか遠征のエピソードって何かありますか、うん、いやなんかこの1ヶ月いろいろありすぎて、はいはいはい、覚えてないですね。まあね、でも遠征だったのでそこ本当お疲れ様でしたっていう、あの、まあ、初めてのこう東海ツアーとかでちょっと理想的な、うん、ツアーができたかなと、うんうん、はい、思います。なるほど、ね、うん、本当にもう遠征が増えてね、もう日本中いろんなとこでね、うん、もうヒートアップが見るようになって、まあね、本当にどん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 広がっていってほしいですね。嬉しいですね、はい、はい、そして今度ちょっと試合じゃないんですけど、うんうん、7月の23日にこうか、民家園通り商店街夏祭り、はい、夏祭りでプロレスやったんですか。やりました。これあの前コロナ前は毎年やってたんですけど、3年ぶりですね、はい、久しぶりに夏祭り開催ということで、うん、はい、やらせていただきました。夏祭りの、まあ、なんか道路というか、あ、そうか、駐車場ですよね、駐車場にリンゴを立ててやったと、はい、この向こうが丘遊園なんですけど、うんうん、この夏祭りがこう本当になもう何万人集まる大きいお祭りでして、はいはい、歩行者天国に、はい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 、してやるんですけど、うん、はい、今までその大映があったんですね、うん、はい、でそこでやってたんですけど、はいはい、大映がなくなってしまって、はいはい、じゃあどこでやるんだって言った時に、はい、そのこの子供多摩子供クリニックさんが、はいはい、なんか駐車場を貸しいただけるということで、はい、あの行ってみたんですけど、うんうん、その大通りからちょっと外れたところにあるんですよ、はいはいはい、なんか見つけにくいところに、うんうん、これなんか人集まるのかなと思ったら、うん、いやもう駐車場入りきれないぐらい人が集まって、本当あれですね、でも普通の試合じゃなくてなんか水みたいなのを使ってやったんですよね。はい、普通の試合も、2試合やって、はいはい、で最後グランドフィナーレで、はい、スプラッシュランブルっていうのを、はい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 、やりまして、はい、リングの真ん中にプールを置いて、はい、ビニールプール、はいはい、で来場した子どもたちには、はい、水鉄砲をプレゼントして、はい、選手打っていいよって、いいですね、はい、やったんですけど、はい、大盛り上がりでしたね。それ楽しそうだ、はい、そう、Facebook でね写真拝見したんですけど、まあ本当に楽しそうで、はい、子供たちみんな、はい、まあ、でもこれを支えたのはですね、うん、こちらにいるそうです、轟弘さんがですね、はい、プールを用意してくれたりとかですね、楽しそうですけど準備大変でしたなんかヒートアップの事務所に行ってこうビニールプールと、はい、バケツを1個渡されてこれで何とかしてくれって言われて、はい、それでまあ近くのまあ公民館みたいなところが我々の控え所だったんで、そこからみんなで知恵を絞ってこうビニール袋とかに水を入れてこう一生懸命運んでとかして、はい、途中で穴が開いてやってたりとかしながらあとこれでまあまあでもなおかつ、まあ、現地そのプールが水を入れないと自立しないやつなんで、あ、はいはいはい、ただリングに持ち上げる時にあんまりたくさん入ってると重たいからって、はいはいはい、いやちょびっとだけ入れとこうかってちょびっとだけ入れといて、はい、でそれを移動させようとしたらそのビニールプールにザクッと穴が開いてあ、あんなして持ってったのに穴が開いて、でそこでまあしょうがないからビニールそこにガムテープでまあ穴とかして穴塞いで、であとはちょっとヒートアップの慎吾さんが隣の家の人に、はい、その日にいきなり交渉に行ってこう水道を貸してくださいとかって言ってで貸してもらえることになったんで、そこで、はい、事なきを得たじゃないですけど、はい、ただ、はいはいはい、一応向こうの人も水道じゃあ貸してくれるって言われて、あ、いいですよって言った、はい、どんどこどんどこどんどこビールプール相当水が入るんで、うん、こんなに使うのっていうぐらい、審判もこれいつか怒られるんじゃないかな、怒られるんじゃないかなと思いながらずっとこう見てたんですけれども、なんとかこう、もう試合直前まで水をこうスタッフが入れ続けるというような
状況の中なんとか、そんな大変だったんですか。そうですね、ただあの気持ちよくその方が来年も貸してくださると、そうなんです、優しい、はい、やっぱその僕らのこの社会貢献をすごい、はい、共感してくれて、はい、いいことやってるから、うん、貸してあげるみたいな、はい、来年はぜひ破れないビニールプール、ね、そうですね。もうなんかプールっていうよりかはもう水たまりでした、ただ。でまたね来年生ってまたね水張るのはまた広いさんがきっとね頑張ってくれるんじゃないかなって状態で、はい、来年は穴開けないですよ。楽しみです ね来年もね、はい、楽しいイベントがありました、うん、はい、そして先週はね、新百合ヶ丘大会ということで、はい、まあ、タイトルマッチもあり、うん、そして、発表会もありと、これね発表会もありましたもんね、選手ね、発表会もやりましたね、うんうん、僕らの大会の後です ね、 ですね、はい、はい、やりました、ね、めぐみさんもひろしさんも出られたですかね、はいはい、この発表会は どうですか、どうでしたか、出てみて、はい、そう、大変、対戦相手がひろさんだったんです、おっ おっとバチバチだったんですね、はい、びっくりした、はい、そうなんですね、そうなんです、2対2のタッグマッチだったんですけど、はいはいはい、相手がひろさんと初めて出られる飯島さんという方に、うん、男子の中で私女子一人だったので、はいはいはい、はい、力すごい感じましたし、うん、最後はこのひろさんにスリーカウント取られてしまって、ま、抑え込まれてしまったんですけど、あ、ま、なんかこう今回はですね、こういろいろ頑張ってこれをやろうとか、うん、あれをやろうっていうのがすごいあって、はいはいはい、田村さんからもアドバイスいただいたりして、うん、すごく気持ちを高めた状態でリングに上がったんですけど、はいはい、それがちょっと自分の中でやりきれなくて、なるほどなるほど、まあ、ただ決めきれなかったこととか、後から動画を見るとここもあそこもっていうのがすごい反省点が多くて、とってもなんか悔しかったんですね。めちゃくちゃアスリートじゃないですか。発表会というとちょっと本気モードで、うん、なんかこう変なスイッチが私入っちゃうので、はいはいはい、やっぱり当日になるとなんかそれで行こうって思ったんですけど、はい、そして最後丸め込まれちゃったみたいな。そうですか、はい、またね、リベンジリベンジしたいですし、はい、また頑張りたいと思います。ひろしさんはどうでしたか。いやもう本当もめぐみさんこうはおっしゃいますけど、やっぱりすごくて気持ちの出し方とか、やっぱり、うん、あとはもう、うんうん、うわーってこうエモーションなるといいますか、すごい、だから僕も必死になって、やっぱり元プロレスラーですよ、はいはいはい、元プロレスラー、僕も立ち向かう立場と思ってましたんで、うんうん、もうちょっと思いっきり入れましたし、はいはいはい、まあ、本当に全力で頑張ったんで、はい、まあ、僕の中ではまあもちろん毎回毎回そうなんですけど、後から動画見たらってあるんですけど、ただなんか僕の中ではすごいすっきりしたし、また何度でもめぐみさんとは戦いたいなと思いました。やった嬉しいです。スポーツマンシップの鏡みたいな発言ですね。今日ねめぐみさんの、ね、ファンの方もねここ来てくださって、ありがとうございます。本当にありがたい感じでね。で、まあ、今発表会の話しましたけど、はい、まあ、本編ではねタイトルマッチで金平選手がね、うん、見事防衛をされてと、はい、そしてなんとね次は轟アリーナの大会につながるということでね、はい、うん、挑戦者は田村さんと、はい、そう、ね、びっくりしました。私あれ見ながら僕もびっくりしてます。なんか田村さん出てきてくださいって、そうこれ最後のタイトルマッチにしてくださいです、うん、なんでそれ決められなきゃまだまだやるわと思ったんですけど、はいはいはい、まあでもこのタイミングで轟でやるっていうのは、うん、まあ、ちょっと最高のヒートアップを見せられるかなと思ってるので、はい、しっかりちょっとコンディション整えて、はい、臨みたいなと思います、ね、もう1ヶ月後のね轟の大会もね、うん、だんだんカードも出てきましたし、はい、まあ、この次のコーナーでもね轟のことはいっぱい話していきたいと思いますので ね、 でね、うんうん、はい、という1ヶ月間で、まあ、はい、でした。ね、田村さん初めの方覚えてないというふうにね覚えてないですね本当に。これやっぱ時代早いですね、こんなが流れるのが、まあ、お忙しいですもん。だって今日もねこの後、はい、大会ねありますよね。明日です ね、 ね、はい、なので、はい、はい、ということで 1ヶ月を振り返る大反省会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではここで1曲お送りいたします。スピードで熱帯夜。
今後の注目ポイントはこれだ。ヒートアップ情報局。はい、はい、ここからはこれからのヒートアップを見るのがより楽しみになる情報を提供いたします。はい、はい、では、大会の情報をお話ししていきたいと思います。まずは明日、はい、こちらヒートアップ8月王子大会ということで、12時から王子ベースメントモンスターでの会場で行われます。はい、はい、そして、来週は、道場マッチですね、恒例の道場マッチ、こちら夕方17時から開催されます、ね、この王子大会道場マッチと続いて、そしてその次の週、もう毎週ですね、はい、9月3日は、有限会社厚生さんプレゼンツ、ヒートアップ山口大会と、ね、以前来ていただいた、レフィーのテッシーさんの、はい、ね、手島さんの、凱旋興行ということで、ね、山口の方で、18時から開催されると。いや本当にね、連戦目白押しでまだまだ続きますよ。その次が、はい、今度は9月17日、田村選手デビュー19周年記念大会、人生谷あり谷ありとなんかちょっとあの会場失笑が漏れてます、はい、名古屋の方でね行われます。田村さん19周年ってなんかあの、はい、これどう突っ込んだらいいのか、そのしかも谷あり谷ありってなんかあのみんな突っ込みどころ困ってるんですけど、この大会見どころって何ですか。まあ見どころは僕が19周年というそのままじゃないですか。それ1本、そのままじゃないですか。もう1本ですね、はいはい、本当にもうこの9月の17日に僕はあの、はい、デビューしたので2003年かな、はいはいはい、はい、じゃあまさにこの日なんですね。この日なんですよ。そうなんですね、はい、あでもポスターも、うん、普段のポスターだったら、うんうん、あのプロレスラーの皆さんがかっこよく配置して並んでる中ですよ、はいはいはい、今回のこの19周年記念大会のポスター、はいはい、全部田村さんが、はい、いろんなカットで乗ってるのを見てちょっとね、はい、すごいちょっとね楽しくなっちゃいました。じゃ あ, あ, じゃあ、はい、会場のもぎりから売店から試合からレフェリーまで全部田村さんあ、いいね、田村さんお面かけ田村尽くしやったら面白そう僕のための大会ですね。まあそういう楽しみな大会が9月17日名古屋スポーティーバーアリーナさんで行われると、はい、そしてね、なんといってもビッグマッチ、うん、10月1日は、ヒートアップとどろきアリーナ大会と、はい、いうことでね、うん、川崎のとどろきアリーナで行われると、はい、これ表題というか今回タイトル川崎フェスですかね、はいはい、そうです、お祭りですね、うん、お祭りです。どんなお祭りになるんですかこれ。まあちょっと初の試みでですね、はいはいはい、まあ、この轟き大会は、今回で4回目なんですけど、今回は、外にリングを置いて、はい、発表会をやっちゃおうと、はい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 、はい、いうのと、まあ、その周りにキッチンカー置いて、はい、うん、食事とか楽しんでもらおうと、はい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 、はい、そういうお祭りですね。いや本当お祭りですね、はい、楽しそう。キッチンカーですよ。キッチンカー来て、で同乗生の方の発表会を見て、はい、で本編の試合を楽しむという、はい、そうですね、はい、なので、まあ、外の、フェスは、うん、まあ皆さん無料というか、はい、来れば、うんうんうん、ご参加できるという、うん、はいはい、感じになってるので、なるほど、はい、まあ、発表会見て、はい、あ、はい、これすごいなって、うんうんうん、なんかチケットを買って、はいはい、ちょっとプロの試合を見ようという、うん、はい、感じなんで、これ発表会出る人だな、すごい責任を持って、ね、どんなプレッシャーをかけてこれで失敗してはいはい、はい、みんな帰っちゃうみたいなね、そんなことしたらもうただじゃ済まないぞみたいな田村さんおっしゃってますけど、ああああそんな発言を受けてめぐみさんどうですか、はい、意気込みというか、はい、なんとか本線つなげられるように全身全霊で頑張る、はい、ゆうさんはどうですか、はい、僕は名前がトドロキなのはトドロキアリーナが実はデビューの地だったんでトドロキなんですよ。そうなんですね。なんでやっぱトドロキというところも特別なやっぱり思いがありますんで、はいはいはい、もう全力で頑張ってもうみんな満足して返したいと思います。返しちゃダメ。中に最後マイクでありがとうございましたとか閉めちゃうんですね。閉めちゃダメ。また明日。また明日って明日何やるんだって。
そうなんです。じゃあそっか、ヒロシさんの記念大会なんですね。そうですね。じゃあタイトルもなんかね、デビュー何周年ですか、ね、デビュー6周年記念大会、人生山あり山ありとか。山あり山あり。谷あり谷ありですよ。まあね、まあ、でもあの発表会これ見る初めて見る人びっくりすると思うんですけど、まあ、楽しいですよね、うん、単純に楽しい、うん、本当にその、まあ、あの子供もそうですし大人の方も本当にこれ、まあ、夢が叶ってるなっていうのがね、うん、すごい先ほどの2人のお話聞いててもねすごい熱い思いがですね、はい、楽しいっていうところをねぜひ一人でも多くの人に見ていただきたいなっていうね、うん、はい、うん、ね、そして本編はね今回は、まあ、タイトルマッチがもうすでに決まってるのがいくつかありますよね。はい、はい、まあ、先ほどのタッグマッチの方も確かタイトル決まってますよ ね、 もうね。そうですね、はい、伊藤優作城明という、まあ、はい、チャンピオンチームに、はい、全日本の吉達選手、はいはい、でうちのライムが、はいはいはい、タイトル初挑戦、なるほど、はい、というのは決まってます。ライム選手タイトル初挑戦ということで、ね、はい、いやこれは期待できますね、うん、ちょっとこの轟アリーナ大会がやっぱ社会性の強い大会、はい、川崎市 の、 あの公演事業でいただいてますので、うんうんうん、まあ、ライムにはちょっとこの障害者の方々にこういう夢を見せてほしいなっていうのはありますね、このタイトルマッチを通して。はいはいはい、はい、これ取ったらすごいじゃないですか。いやすごいですよね。はい、でパートナーも吉達選手ってね、はい、ね、吉田選手ね有名ですしね、すごく、うん、そうですね、アピールもすごい上手いですね、うん、はい、そうです、ね、トースポなんかにもたまに掲載されたりねしてます ね、 ね、いやこれでもね、あのチャンピオンチーム強いですよね、もう何回も防衛してますもんね。いや強いですね、今のあの2人は勢いがちょっと衰えないというか、ね、うん、はい、軍が上がってきてると思いま す、ね、逆に体格もねすごいいいですよね、うん、お二人ともね。そうですね、大事な、うん、はい、まあ、これ本当に初めての人が見ても2の人が見ても本当に楽しめる試合かなというふうに思うので、はい、ぜひこのタッグマッチも注目ですが、うん、ですがなんといってもメインはね、そうですね、先ほどね言いましたように、はい、チャンピオン金平選手に、はい、チャレンジャーとして田村さんが、はい、チャレンジするというね、はい、これ、負けたら何でしたっけ、もうタイトルマッチやるなんか挑戦しないでくれってなんかねえ勝手に言ってますけどまあでもそういうつもりというか、そういうもう気持ちで、はい、僕も臨みたいなと思います、うん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 、ちょっとやっぱ若いあの世代もちょっとこう出てきてますから、はい、はいはい、ねそろそろっていうのもまああると思うんですけどもうちょっとチャレンジャーとしてなんかこう勢いのあるコメントないですかね、なんか探り探り何を言ってるんですかって感じなんですけどでさ、あんなこと言われたらなんかそんなこと言っちゃうじゃないですかこっちも ね、 ね、お互いのことをすごいよく知ってる2人の、まあね、 そ、 ね、その、はい、試合というか、まあ、頂上対決ですよね。そうですよね、うん、はい、なんかお互い多分なんかいろんなこう仕掛けたらとかなんかそういうのって考えたりするものなんですか？あ、もちろん考えます、はい、なんか内山さんからなんか見てて、いやでもね本当に今、うん、あの金谷選手この前の試合すごかったんですよ、すごかったです。まあ、相手の選手がすごい慎吾選手っていうすごいね、うん、あの関節も蹴りも飛び技もすごい選手だったんですけど、うん、まあ、その選手に対して勝ったと、うん、まあ、全部受け切って最後仕留めたということで、はい、まあ、今もうなんだろう、乗りに乗ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うん、はい、そのすごいか、今もうピークと、まあ、今の時点でもピークと言ってもいい金平さんに、まあ、田村さんがどう立ち向かうか、うん、でまあ、体格差もあるので、そうですよ ね、 ね、 そこを、まあ、タマさんね、そのあの体格差はハンデじゃないっていうようなことでずっとおっしゃってるので、うん、まあ、どういうふうに立ち向かうかっていうのが、そうですね、ね、うん、だって技、ね、いっぱい駆使して、うん、そうそうそう、立ち向かっていく感じになるんですかね。まあ、あの僕はちょっとね作戦がちゃんとあるので、もうね、あのタイトルは決まった時点でもうポッてこう攻め方も僕出ちゃってるんで、うん、あ、そうなんだ、はい、ちょっと自信ありますよ、やっと力強いコメントが出てきましたねはっきり言うと、うん、うん、自信あります。楽しみですね、はい、本当にもうフェスで ね、うん、ね、あの美味しいものも食べて、はい、同情生の皆さんの楽しい発表会も見て、うん、そ
してね、タイトルマッチも見てということでね、うん、こちら、10月1日の土曜日、近い夕方からですかね、はい、そうですね、はい、そうぜひね、そうですね、まあでも昼ぐらいからもキッチンカーなんかもね、もう使うように、はい、食べれるようになりますので、うん、ね、あの等々力アリーナの方に皆さん来ていただきたいと思います。はい、ます詳しくはあのヒートアップのホームページをご覧ください。はい、以上で、ヒートアップ情報局でした。はい、はい、それではここで1曲いきたいと思います。桜坂46でバディーズ。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。ということで、あっという間のエンディングのお時間でございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今日ねお二人お越しいただきましたから、ちょっとね感想等々お伺いしていきたいんですけども、ね、はい、海さんいかがでしたか、お話しされてみて。はい、人生初のラジオ番組出演ということで、はいはいはい、普段あの特売品を探してるような主婦がコーナー、あの見切り品コーナーで、あのこう掘ってるような主婦がこんな場に出させていただいて、すごく感激しておりますけど、あのヒートアップ道場の、はい、あのいろんな話
できてよかったなと思います、うん、これ聞いてる方とか見てる方で少しでも興味持たれた方は、はい、あのぜひ道場に来てほしいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では広瀬さんお願いします。はい、そうですね、僕もこうやってラジオに出るのって本当に初めてみたいな感じでして、いや緊張しましたけども楽しかったですね、はい、本当にあの誰なんだこいつかもしれないんですけどもあの、まあ、あの興味を持って道場に、まあ、一緒にあの汗を流す仲間が増えてくれたらいいなと思っています、はい、ありがとうございました。ありがとうございま す,、はい、いますで YouTube からも、ね、あのメッセージをお二人にいただいたりして、うん、本当ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では改めてイベントの方を、少しご紹介していきます、うん、まあ、明日が、まず王子大会と、はい、で、その次の週が道場マッチ、うん、そして9月3日が、山口大会と、はい、で9月17日は、田村さんデビュー19周年大会と、うん、で10月1日が轟アリーナ大会と、はい、これ轟アリーナ大会って実はあのポルトガルから選手が来られると、はい、はい、あのレッドイーグルという選手を呼びます。はい、はいはい、ポルトガル唯一のプロレスラーですかね。そうですね、はいはいはい、であの僕がこのポルトガル協会に入ったおかげでですね、はいはい、ポルトガル大使館が興味を示してなるほど、なるほど、はい、はい、もしかしたら、はい、あの何かつながりができるかもしれません。いや、国際交流ですよ、はい、すごいですね。これからますます楽しみですね。そうですね、ちょっとポルトガル親善大使目指して頑張りたいなと思います。なりそうですね。なりそうですね。やりたいやりたい、うん、やりたい、ね、1日10月1日のの、届き大会と、はい、はい、届きアリーナ大会ぜひ楽しみにしていただけたらと思います、はい、プロレスヒートアップで検索すると、プロレスのヒートアップのホームページに詳しく掲載されておりますので、そちらの方をご確認ください。はい、ありがとうございます、はい、クラウドファンディングがやってるんだそうだ、はい、あの轟アリーナの、はい、やってますので、はい、ぜひご支援の方よろしくお願いします、はい、クラウドファンディングお願いします。はい、番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。 FM サルースのホームページにありますメッセージリクエストをクリックして、番組名はヒートアップカッコド第3のみを選びお送りください。はい、次回は9月17日土曜日11時にまたお会いしましょう。熱くなれ FM サルス、ヒートアップ。